こんにちは、こまちです。今日は岩戸開き1月11日カニ座月食でスタートダッシュというお話をしていきます。1月11日の午前4時21分にカニ座というサインで満月、しかも半影月食ということになります。カニ座っていうもののテーマは家庭とか基盤とかプライベート、それから無意識にしまっている感情っていう意味もあるんですけれども、そもそもカニ座っていうサインは10個の惑星の中で一番お月様と関係が深い星座になってます。なのでこのカニ座の満月っていうのが1年で一番ムーンパワーが強い満月になってきます。でしかも、この間お伝えしたように月食とか日食の時は普段のそういった新月満月の倍以上のですね、力に膨れ上がるというお話をしたんですけれども、今回もやはりその半影月食という少しですね、ちょこっとだけの月食ではあるんですけれども、やはり月食なのでとても大きいパワーになるのかなと思っています。しかも今回はですね、カニ座というサインの真逆に位置するヤギ座というところに、いつもお話ししてますが、ものすごいたくさん惑星が今集まっている時なので、この真逆の位置に存在するサインというのはとても、関連性が深い、相反するものであり、そしてそれぞれを補うものでもあるので、とてもリンクしているんですね。なので、そちらの相反する向かい側のヤギ座が今とてもクローズアップされている中で、やっぱりこの向かい側のカニ座っていうのはとっても、同じようにクローズアップされてくる場所なので、そこで、月が満ち、そして月食ということで、またまた大きな力が、働く時なのかなと思います。で、月食っていうのは、まあ、心とか感情っていうのが月の、表すものなので、そこが削れてしまうということで、やっぱ少し、感情とか心の内面みたいのが少しえぐられるような、出来事が起きたりします。しかも、ドラゴンヘッドという今世の課題を表す場所とすごく近くなってくるので、何かしらこうもうちょっと大きな目線のですね、過去世があって今世があってという大きい魂のサイクルの何かにも関わってくるタイミングなのかなと思っています。で、そのさっき言ったカニ座と真逆のヤギ座というところに、ドラゴンテイルという過去世を表すところが、ぴったり重なっているんですね。しかもその木星という今トレンドをね表している星と、その過去世の部分が合わさっているということで、過去世からのご縁っていうものにすごくスポットライトが当たってくると思われます。しかも月がいるハウスというものが第8ハウスという、まあ、受け継がれた遺産だったり過去世からのソウルメイトってものを示すハウスというところに月もいますので、やっぱり、前世とかですね、過去世からご縁とかですね、宿命みたいなものがある、どなたかのやり取り、まあ、何かものなのかもしれないし場所かもしれないんですけれども、そういった過去世からのご縁の何かとのやり取りを通して、今世の課題っていうものに対する影響する何らかのメッセージを感じる日になるかもしれないです。で、月食というのは、まあ、リセットということもありますので、そういった過去世のカルマを何かしら清算するタイミングっていうこともあるかもしれません。その向かい合ってるヤギ座の中でですね、冥王星と土星が合わさってくるということがまた同時に起きていて、そちらはやっぱり地盤が崩されるというね、いつも、お話ししている話ですけども、そういったエネルギーなので、まあ地震みたいなところでね、表されることもあるし、あとは社会の基盤の何かしらの崩壊っていうものも、表されたりするので、まあ、何かしらのですね、社会的な
これはミクロマクロ問わずですね、あの大きな現象なのか小さな現象なのか分かりませんけれども、そういった社会の地盤がなくなるとか、仕事がなくなるとか分からないですけれども、そういった、外側の出来事を受けてまず心の中で変化が起きてくるっていうタイミングなのかなっていうふうに思ってます。今までとは違う自分で生きようっていう気持ちが湧き起こってきたり、そろそろですねこの世に生まれてきた本当の意味っていうのを全うする自分で生きようっていうふうにですね、こう思い始める心がですね、そういった方向に行くということがあるのかなと思います。なので、この間日食月食の月食で岩戸開きと言いましたけれども、やっぱ岩戸開きというのはその自分の心の魂が開いていく、魂の部分が、新しいレベルに本当の意味で、本当の自分が出てくるというね、そういう意味もありますので、そういったタイミングになる方も結構いらっしゃるのかなというふうに私は思っております。それで、蟹座での月食が起こる、この月の起こる度数というのがあって、それがまあ蟹座の21度というところで起きるんですけれども、その21度のサビアンシンボルというものが、心の土台のステージの上で美しい歌声で歌っているというね、そういった、シンボルになってきます。なので自分の内面の美しさだったりですね、善とか愛とかですね、そういうものをみんなに分かるような形で思いっきり表現するっていう、シンボルなんですね。なのであの真実の声とか自分の本当の内側の愛というものを世間にこう出していきたいという気持ちになる、タイミングなのかなというふうにも思います。あと蟹座というのは母性や共感力のサインでもあるので、一人で何かをやろうっていうよりはもうみんなとですね一緒に何かエネルギーを合わせてやっていこうという形でも、それはあの不特定多数のみんなというよりはですね、蟹座というのはもう自分の居場所とか仲間たちとの結束を深めるという、こと、それから関係性を育てて守るというあの意味がありますので、あのみんなでこのね内輪で一緒に成長していこうみたいなですね、あの私もできる限りはサポートするから一緒に頑張っていこうっていうような、こう身内を守るっていう感じのエネルギーになってくると思うので、そういったことに合わせていくっていうのも、一ついい波に乗る方法かもしれませんね。でその蟹座の反対側のヤギ座のシンボルというのもリレーの競争という、一人ではなくて仲間と一緒に勝っていこうっていう風な度数になってますので、やっぱり一人でやっていくというよりは、仲間とかですね、そういったところでみんなでやっていこうというエネルギーになってきそうな感じがします。で今回の満月は魚座にある海王星という、とても今ね力があのフルマックスで出ている、まあ、スピリチュアリティとかをね表す、星なんですけれども、そことですねトラインという調和の角度をとっているので、まあ水同士の星座なので、愛ですとかね調和ですとか、あと共感力みたいなものが起こってきやすいと思うので、やっぱりあのこの満月はですね仲間とかホームっていうものとこう一緒にいる、そういうふうに思える人たちとこう励まし合って一緒に本当の自分になってこうよっていうような気持ちを共有していくというタイミングなのかなと思っております。で私はあのまさに今作っている縄文ベースというオンラインサロンの、今のテーマがですねまさにこれなんですね。縄文ベースっていうのは、一緒に入ってくれたメンバーの夢を一緒に応援する、私も応援するし、私が抱いている夢もメンバーに話してみんなで応援してもらう、そういう場所が縄文ベースなんですね。なので、ホーム、心のホームとかね、そういったところがないとか、そういう仲間がいないとかですね、そういうところに、ちょっと入ってみたいって思う人もすごく大歓迎です。まあ、これから、社会に対して信じられないことだったり、何かショッキングなこと、それから
この集団に所属していれば安心だというようなものがどんどんなくなってきてしまう、こともあるんですね。なので、その社会的な集団というよりもやっぱり心のホームというかベースですよね。そういうところを、作っておくというのはすごい大事だなと思ってます。なのでこの動画を見ていて、そういった心の、支えとかですね、基盤になるようなものがないなというふうに感じている方とか、ちょっと不安に思う方はですね、ぜひ縄文ベース、オンラインサロンにですね来ていただいて、いろいろみんなとね交流してもらったり、私もですねもう一人一人と向き合って本当に家族のように縄文ベースのメンバーは接していこうというふうに思っているので、そういう方はぜひ縄文ベースの方も覗いていってください。 URL はコメント欄に出してあります。でやっぱり今回ね、岩戸開きっていうテーマが私の中ですごく来ているので、まさにこうみんなのハートのね岩戸が開かれるとかですね、大地の岩戸が開かれるなのか、何かこうですね新しいスタートみたいなところが起きてくるのかなと思ってます。不安に思う方もいるかもしれませんけども、私はすごくポジティブに捉えていて、何が起きてもみんなが本当の自分で生きられるように、なるための、タイミングなんだろうなというふうに思っています。で同じ日にですね、天王星の逆行というものが終わって、天王星が前に進み始める、そこから十天体巡行シーズンというものがやってくるんですね。これは全ての星のエネルギーが前に進む、状態という、ものすごく、スムーズに 物事が動いていく、期間というのが始まりますので、これについてはちょっとまた明日、じっくりと解説していきたいなと思います。ということで、今日もありがとうございました。こまちでした。